こんにちは、うなぎやです。今回は衝撃士の先生方をタイプ別にカテゴリー分けしていこうという動画なんですけれども、 普通にちょっと棋風などで分けようと思ったんですが、せっかくなので、ちょっと個人的に私が思っている騎士の先生方が大切にしている価値基準っていったところをですね、元にタイプ分けをしていこうかなと思います。皆さんそれぞれにですね、応援している騎士の先生っていうのはいるかと思うんですけれども、他の推し騎士を見つける参考にもなると思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。 では、どのようにね、カテゴリー分けしていくのかについて説明していきます。まず、縦軸で外交、内向とね、分けています。これは、性格がね、外交的なのか、それとも内向的なのかっていったところをね、表しているわけじゃなくって、思考の方向性が、まあ、他のね、人と比較しているのか、それとも自分が納得することを重要視しているのか、そういった意味でちょっと使っております。 で、また横軸につきましては、客観と主観で分けているんですけれども、数字など目に見える具体的な指標をね、重要視しているのか、抽象的な指標っていうのを重要視しているのかっていう観点で分けています。ただこれだけだとちょっとね、イメージしにくいと思うので、この4つのカテゴリーにちょっと名称をね、つけてみました。 まず右上に当てはまる人物っていうのはキーワードとしてね一つ結果っていうのがね紐付くのかなっていうふうに思っていますこのカテゴリーの人物は努力家タイプで自分に厳しい人がね当てはまってくるのかなっていうような印象ですねで続いて右下なんですけれどもこちらは法則というのをね一つキーワードにしています科学者タイプでなぜそういったことが起こったのか この事象は再現性があるものなのかっていったところをね、えー、重要視するタイプだと思っておりますで。続けて左上なんですけれども、この左上のタイプはね、自由っていうキーワードが当てはまるのかなと。ムードメーカータイプと言えるかと思うんですけれども、ただちょっと誤解なきように言っておくと、あくまで 自分の主観に沿った価値基準で判断して、自分が注目されたいわけじゃないんだけれども、まあ周りから見るとね、そういった人物ってこう珍しく映るので注目されやすいっていうね、特徴を持っているのかなっていうふうに思います。で、最後に左下ですが、こちらに当てはまるタイプはもう理想っていうのがね、キーワードになってくるかなというふうに思います。 えー、芸術家タイプと言えると思うんですけれども、自分の持っている主観っていうのを大切にしつつですね。で、誰かに評価されたいわけじゃなくって、自分自身が納得したい。そこを追求していくっていう意味で、信念やこだわりがね、強くて大切にしている。そういったね。 タイプが当てはままるのかなっていいう,うに思いますこの4つのカテゴリーに分けてね棋士の先生方をちょっと紹介していくんですけれども紹介しますのはねさすがに全員とはいけませんので獣医戦の A 級および B 級1組のね先生方約30名についてねカテゴリー分けをしていきたいと思います。 で、カテゴリー分けにね、入っていく前に、一つ注意事項だけ話しておきますと、当たり前なんですけれども、今回の話ってね、私個人の主観的な分け方とね、なってきますので、皆さんとのね、ちょっと解釈が違うっていう部分もあると思うんですよね。私自身、こう、解明度がね、低かったりする部分とかね、あると思いますので、その点は、えー、ご認識いただきたいのと、また、この4つのタイプにね、優劣、 は存在しませんのでその前提はね踏まえた上でお気軽にね聞いていただければと思いますそれでは早速参りましょうまずは現名人で7巻を保有している藤井聡太7巻になります藤井7冠はまあわかりやすいですよね大切にしている価値観ってまあ将棋の真理を追求したいっていうね まあ、ご自身の理想っていったところを大切にしていると思うので、左下のね、カテゴリーでいいのかなというふうに思います。ちょっと紹介する人物が多いので、どんどん参りましょう。ここからは永久騎士について順位順に説明していきます。まずは豊島正樹九段ですね。豊島先生は、 うーん、難しいですね。どっちかっていうと、下半分だと思うんですけれど、まあ、少なくともね、どこか極端によるっていうよりかは、バランス重視だと思うので、こちらかな、若干、主観か客観で言うと、客観寄りなんですけれども、それでも真ん中寄りの、このあたりで、はい、配置したいと思います。で続けて、長瀬九段ですね。長瀬先生はどっちか ってうとまあ目に見える目標がねあった方が力を発揮できるタイプだと思うのでまあ例えばね藤井先生に勝つんだって言ったところをねモチベーションに、えー、こうパフォーマンスをね発揮される先生かなっていうふうにも思いますので右上の方にね配置させてもらいます続けて渡辺明九段ですが渡辺九段も永瀬九段と同じく右上のカテゴリーでいいかなというふうに思いますね。 よくね、あの、タイトル戦のインタビューなんかで答えていたのがね、やっぱり、あの、勝負事はね、結果が大切だって言ったような発言ともありましたので、まあ、ちょっと今がどうかっていうところはありますけれども、えー、まあ、右上のね、イメージでいいかなというふうに思います。このあたりに配置しましょう。続けて、振り飛車党の菅井達也八段ですね。菅井先生、難しいですね。なんか、うーん、勝負の結果にもこだわって、 面があるので右上でもいいかなって気はするんですけれどただまあ本質的にはこだわりもね強い先生なので上半分かなって気はしますがこちらの自由枠ではいいきたいと思います続いて同じく関西の棋士の稲葉八段ですね稲葉先生もうーん難しいけど菅井八段に近いイメージがあるので左上の カテゴリーででいいですかねちょっとまあ関西勢がね左に固まってる感はありますがはいこちらの配置でいきたいと思います続けて佐藤天彦九段ですね佐藤先生は分かりやすいですねまあ間違いなく左下でいいんじゃないでしょうかやっぱり佐藤先生のねこうインタビューとか聞いてると なんていうか、それこそね、目に見える数値なんかじゃなくって、自分自身がね、えー、大切にしている、えー、なんていうか、こう、感覚みたいなところをね、非常に重視しているのかなっていうふうに思いますよね。で、それを、誰よりも自分がね、納得する形でそれを実現したいっていうね、思いが強いのかなっていったところで、左下にね、えー、ちょっと配置させていただきます。続けて、佐々木祐樹八段ですね。佐々木先生もあんまり迷わなくていいですね。 まあ、あの自分のね価値基準に基づいてマイペースさっていうのがね一つの特徴だと思うので左上でいいかなっていうふうに思います続いて中村太地八段ですね中村先生もいやーちょっと悩ましいんですけれど上半分かなって気はしていて右か左かみたいなところがあってまあでも個人的にはちょっと 悩ましいいいでですすけれど貝さんのの下ぐらいに置きたかかねこの辺りかなちょっと前悩ましいですけどね。どっちかというとただちょっと真ん中寄りなのかなって感じはしますね。ただカテゴリー的には将棋の棋風っていうよりもね、こうちょっと YouTube を見てる印象なんですけれども、自由寄りのね、人なのかなっていうふうに思いますね。で続いて、千田翔太八段ですね。千田先生は右下でいいんじゃないかな。それこそね、 あのこうコンピューターをね使った研究などもねあの積極的に取り入れてた先生なんですけれど何でそうなるのかっていったようなね原因の特定だとか仕組みっていうのにね非常に関心を持っている先生なのかなっていうふうに思いますので、はい、右下の法則タイプでいいんじゃないかなと思います。で A 級最後が増田康弘八段ですね。増田先先生生も割と渡辺先生 永瀬先生と近いイメージなので右上のカテゴリーでいいかなと思いますただお二人よりか真ん中寄りってイメージですかね岸君もねあの関東 B のねチームのうち3人が揃った形になりますがまあ割と近い勝ち基準の、えー、メンバーが集まっていたのかなっていうふうに思いますねはいではここからはですね B 級1組の先生方を見ていきますまずは1位の 広瀬明人九段ですね広瀬先生はそうですねどっちかっていうと自分のね勝ち基準っていうのを持ってるタイプだと思うんですけれどもただその基準っていうのは客観的な部分にね基づいて決めてるかなっていったところでまあ豊島さんの隣ぐらいでいいんじゃないかなと思います。続けて斎藤慎太郎八段ですね。 伊藤先生もそうですね。どっちかというと、左上かな,なんか左上が、関西メンバーが多くなってしまいがちなんですけれど、そうですね。上半分な気はしてて、そうですね。自分の価値基準っていうのを重視していそうだなって言ったところで、ちょっと動かして、この辺ですかね。 割とまあバランス寄りなんですけれども稲葉さんに近い感じのイメージですかねはい続けて近藤誠也7段ですね近藤先生はそうですね憧れの先生が谷川浩二十七世名人なのでまあそういった意味では谷川先生って間違いなくね左下のカテゴリーに入ってくるのでまあそういった先生に憧れてるっていう意味では 左下ななのかな、はい、この辺りでちょっと置かせていただきます。で続けて沢田慎吾七段ですね沢田先生はそうですね旧で言うと割とね居飛車でも振り飛車でもさせる先生なんですけれどもどっちかっていうと勝ち、まあ、基準的には右下タイプでいいんじゃないかなっていうふうに思います。この辺りで はい、配置したいいと思います澤田先生もですね先ほど紹介しました近藤七段あとえっ、ー、と増田八段と同じくですね棋王戦のベスト4まで今期進んでおりますので、えー、もう一人が斎藤アスト五段なんですけれどね、えー、そのうちのね4人のうち誰がね、えー、藤井棋王に挑戦するのかっていったところも非常にね楽しみなところではありますよねそして続いて羽生善治九段ですね羽生先生 うーん難しいですね。なんか本当に若い頃だったら右上でもおかしくないですし、なんか本とか読んでるとね、右下な感じもするし、まあでも、えー、考え方的にはね、左下な感じもするし、好奇心旺盛なところとか見るとね、左上な感じもするんで、なんか個人的には左上なのかなって気もするんですけれど、そうですね、今、 会長してますすかからねね真ん中ででいいですか、ねはいはちょっと株先生はなんか難しいですねなんか捉え方によってどこのカテゴリーに入ってもおかしくないかなって感じがするんですけれども今はちょっと会長職ということでねこうバランスも取られているのかなっていったところではい真ん中の方にカテゴライズさせていただきますカテゴリー分けできてないですけどねはい真ん中でいいんじゃないかなと思います 続けて大橋七段ですね大橋七段は迷わなくていいですね明らかにね自分のこだわりっていうのをね強く持ってますからねまあただ、うん、そうですね外交的な要素もあるのでまあ左下のカテゴリーの上の方でいいんじゃないかなと思いますこの辺りでねはい配置させていただきます続けて糸谷哲郎八段ですね糸谷先生も分かりやすいですね右下でいいんじゃないでしょうかそれこそね 非常にあの印象深かったのがこう大学院こう哲学をね専攻されていらっしゃった先生なんですけれどこうねアベマのトーナメントの地域対抗戦か何かでね非常に印象深いことを言っていて対局はねあくまで実験なんだみたいなことをね言っていてそういったねちょっと発言からも法則の、えー、科学者タイプでいいんじゃないかなっていうふうに思いますねで続けて佐藤康光九段ですねいや本当に あの分かりやすい人が続きますね。佐藤先生はね、もう、まあ、主観100%で、まあ、の人がどう見えてるかっていうのは気にしてないと思うので、ちょっとあれですね、理想にどいてもらいましょう。理想を解けて、こっちで、ここでいいと思います。はい。はい。ここではい。迷わなくて済みますね。 で続けて、三浦博之九段ですね。三浦先生はもう左下でいいんじゃないかなと思いますね。こだわりが非常に強い先生だと思っていて、あの、個人的にね、好きなエピソードがあって、加藤一二三先生とこう対局している時に、どっちがね、暑いって言ってたのかっていうのは知らないんですけれど、まあ、あの、部屋の温度がね、暑い寒いで口論になったらしくって、 片方が手番になったらエアコンの温度を一度下げてもう片方がね、えー、手番になったら一度温度を上げて戻すっていうね攻防をひたすら繰り返していたっていうね逸話が残ってますねまあそういった形でね加藤一二三九段に対しても譲らないぐらいねこだわりの強い三浦九段なので左下でいいんじゃないかなっていうふうに思いますで続きまして山崎隆之八段ですねいやいいですね迷わなくて済みます 左上ででいいでしょう,もう自由も解けてはいここでいいと思いますまあなんと言ってもねやっぱりあのー、自由奔放といいますかあでもそっか山崎先生若い時で言うとこっちだったかもしれないですね今は間違いなくこっちですけどそういった意味でこう年齢を重ねるごとになんていうか価値観がね変わったって言ったところはね山崎先生一つ特徴としてね あるのかなっていうふうに思いますねそれこそ若い時はあの本当にね結果にもこだわっていて誰よりも自分に対してね厳しい先生だったっていうようなね話とかもありますのではいただ今はねまあ、左上でいいかなというふうに思いますそして続きまして大石ただし7段ですね大石先生は 割とそうですね、沢田先生と近いタイプなのかなっていうところがあるので、右下の方でいいかなと思います。あ、そう考えると割とこう、右下の方って森門下のね、記者の先生方が集まってるんですね。そっか。糸谷先生、千田先生、沢田先生、大石先生もそうですし。あとは、 山崎先生か。山崎先生もね森門下なんですけれども棋風としてはねオールラウンダーの先生なんですけれどはい右下のカテゴリーでいいかなというふうに思いますで続けて高見太一七段ですね高見先生は個人的に右上かなというふうに思いますやっぱりね栄養性疾患した後のインタビューなんかがね非常に記憶に残っているんですけれどもまあ勝負事なんでね当然負けることもあるわけなんですけれどこうね応援してくれる えー、ファンに対しての気持ちっていうのがねすごく溢れてたのかなっていったところで対局した後の姿っていうのは印象に残ってますねはい、はい、右上のカテゴリーで分けさせていただきますそして B 級1組最後が石井健太郎七段ですね石井先生も個人的には右上かなって感じがしますね割とこう あんまり、ね、感情を表に出さないイメージがあるんですけれどもこうなんていうかねインタビューとか聞いてるとこう胸にね熱い思いを秘めてる先生なんだなっていうような印象がありまして、はい、ちょっとこの右上のカテゴリーで分けさせていただきます。 ということで、ここまで B 級1組までの棋士の先生方のね、カテゴリー分けをさせてもらいましたが、あと3名ですね。衛星称号を持っている谷川浩二17世名人と森内俊之18世名人、そして伊藤匠栄養のね、紹介だけ最後させていただきます、はい。谷川17世名人ですが、谷川先生はね、もう左下でいいでしょう。やっぱりね、 こう将棋に対する美学っていうのがね誰よりも強い先生なのかなっていうふうにも思いますので佐藤天彦九段や、えー、藤井聡太七冠と合わせて、はい、左下の方にね分けられるのかなっていうふうに思いますね。そして森内俊幸十八世名人になりますが森内先生はそうですね右下でいいかなって気がします。 私のね、こう森内先生に対するイメージなんですけれど何て言うかね非常にこう本質を見抜く力があるのかなと思ってて何て言うか棋士のね先生方を全員同じところに集めてまあみんながね初めてするようなあの戦略性のあるゲームみたいなことをねやり始めたら一番先にねこう必勝法に気づくのは森内先生なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。 まあそのぐらいこう本質を見抜く、えー、力のある先生だと思うので右下の、はい、カテゴリーでいいんじゃないかなっていうふうに思いますそして最後にね伊藤匠 AO についても、えー、ちょっと分けていきますがまあ右上でいいんじゃないかなって気がしますねまあ左下って感じもするんですけれどもやっぱりこうあのー、なんていうか藤井七冠っていうね明確な 目標が永瀬九段とね似てるんですけれどもある方が実力をね発揮できるのかなといったところではいちょっと右上の方にカテゴライズさせていただきます。ということでここまでタイトルホルダーと A 級 B 級1組の棋士の先生方についてねカテゴライズしてみたんですけれども皆さんのねイメージと一致はしますでしょうか 本当はね他のクラスにもこう紹介したいね個性豊かな先生方っていうのはたくさんいらっしゃるんですけれども例えば B 級2組の中だと、えー、藤井武先生なんかは右下の法則に入りそうな感じですかね糸谷先生の上あたりに来そうかなっていうイメージなんですけれどあと左下の理想のカテゴリーに入りそうなのは強田九段とかね久保九段なのかなっていうイメージですね。 であと戸部先生なんかは左上に入るのかなっていったところではいちょっとまあねいろいろとあの紹介したい先生はたくさんいるんですけれども一旦この辺りとさせていただきますで最後に、まあ、今回ねこのような形で棋士の先生たちがどういった価値基準をね持っているのかっていったところを考察した上で カテゴリーに分けさせてもらったんですけれどもどういうふうにねあの将棋観戦に生かせばいいかみたいなところの話を少しだけさせていただきますとやっぱり将棋ってどこまで行ってもね人間対人間の対局になってくると思うんですけれどもそういった時にこう人の対局ってやっぱり自分の根本にあるこう本質的なね部分が指してたとか戦型だとかね作戦に影響してくると思うんですよね。 そういった意味で、例えばね、この結果のカテゴリーの先生方だったら、他のカテゴリーの先生以上に、こう対人研究と言いますか、その対局相手に応じた、まあ勝利のためのね、対策っていったところを練ってくると思うんですよね。まあそういったところにね、 こう人間性みたいなところが現れるのかなっていうふうにも思っていて一方のこの法則のカテゴリーの先生たちだとまあ当然ながらね勝つっていう意識はあるんですけれども何かしらねこう自分がその対局を通してこう知りたいテーマみたいなものをね持って対局する傾向があるのかなっていうふうに思うんですよねまた左上のね自由のカテゴリーの先生方だとこう一般的な目線で見た時にね あれって思うようなね、ちょっと違和感を感じるような瞬間っていうのが何かしらね、あると思うんですよ。まあそういったところにね、その先生の本質的なものが見えるのかなっていうふうにも思いますし、最後にね、左下の思想のカテゴリーの先生たちだと、まあなんていうか一曲を通してというよりも、将棋を通してね、あの、他の人には別にね、理解されなくてもいいんだけれど、自分としてはね、これだけはもう譲れないんだっていうね、 一つの一本の信念みたいなものを持って対局に臨まれているのかなっていうふうに思うんですよね。そういったこう各個人の個性っていったところをね、こういった観点から見つけていく、そういった将棋の楽しみ方っていうのもね、一つあるのかなっていったところで今回ご紹介させていただきました。 ちょっとね、長々とした動画になってしまったかもしれないんですけれども、ぜひね、あの皆さんの感想などもコメント欄にてお聞かせいただければと思います。また機会があればね、あのもうちょっと、今回あのカテゴリー分けがね、メインになってしまったのであまり紹介できなかったんですけれども、騎士の先生方のエピソードなども踏まえてね、紹介していければなっていうふうにも思いますので、ぜひね、チャンネル登録していただいてお待ちいただければなっていうふうに思います。 それではここまでご視聴いただきどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。